皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、月商50万円を達成したい教室の先生が知っててほしい基本の思考法ということについてお伝えしていきたいと思います。こちらのテーマを話そうと思った、背景がいろいろあるんですけれども、まず一番そうですね、大きい背景が、もちろん教室をねやられて数年経ってる方とかが次のステージに行きたいっていう時に、例えば月商10、30、50、80、100とか、そんな感じになるのかしらねっていう時にですね、当然自分一人ではなかなか難しいです。それが何かを学ぶとか習うとか、それを複合的にやるとか、そういうことで全然構わないんですけれども、その際に、教室の先生、全部を一括りというわけではないんですけれども、その方たちがこう向かいがちな部分とか、あとはきっとこういう考え方をするといいんじゃないのかなって思うことがありまして、それをちょっとお伝えしようかなというふうに思ってこちらの動画を撮っております。はい、なんで今日のテーマはそのイメージで聞いていただければというふうに思います。はい、それではですね、本題に入ります。まずですね、月商50万っていう数字がなんで出てくるかっていう話なんですけれども、大概そうですね、皆さんに話を聞くと、手取りといっていわゆる経費を抜いたその金額ですね、それぐらいがどれぐらいが欲しいのかっていうと、大抵20万から30万っていう方が多いんですよね。で、その一つの基準になるのが、おそらく会社員だったりとか、何か定期的に入っているお金の手取り、いわゆる手取りと言われるところがですね、それぐらいもらってた方とかもいたりするからです。で、それは例えばものすごく好きでやっている仕事の場合とかもあるかもしれないし、収入のため、定期収入のためにあまり好きではないけれども、会社勤めみたいなのをやってらっしゃる方もいらっしゃるっていうことですね。で、その方たちが、辞めて例えば自宅教室でやりたいとかっていう場合においては、大体20から30って言うと、間を取って25だったりすると、経費とかいろんな使い方とかはねあるんですけれども、教室の先生は割とですね、経費を使う率が高くて、50% ぐらいとかですね、いわゆる世の中のビジネス的には3割以下ぐらいがまっとうとかって言われてますけれども、大体 50% レベルとかということもあったりするんですよね。で、そうすると倍っていうことで考えると、やっぱり頭、要は売上高としては月商50、年商600、このあたりが一つ目指したいところの基準値になるんだろうなというふうに思ってます。で、年商、そうですね、年商600で、年商1000っていうのももちろん一つ目指される領域だと思うんですけれども、高額商品を持たない教室業で年商1000はかなり厳しいというふうに思っています。高額商品っていうのは最低でも1案件10万とか、できれば1案件30、50、70、100とか、そういう案件とか持つと、達成はしやすくなりますけれどもね。はい、で、ここで考えなくてはいけないのが、そのご自身がその額にこだわるあまりにですね、その本来得たい自分の生活とかライフスタイルとか、それが犠牲にならないでその状態を作れるかっていうのも多分一つの基準になってきていて、もちろん稼げないよりは絶対稼げた方がいいですよ、基本的にはね。ただその自分の性格っていうものと自分が望む本来のライフスタイル、これのバランスが悪いとですね、一気に駆け上がってできちゃうんです。そうだな、
魔法のっていう言い方変なんですけれども、時流に乗った、いいやり方をうまいタイミングでやることができると、パーッと一気に駆け上がることはできます。で、そのまんまうまく次の投資を繰り返して、駆け上がったままさらに上に行かれる方もいらっしゃいますし、駆け上がったのがその実力がそんなに伴わないで、その時流に乗っかっちゃってうまく駆け上がった場合には、次は落ちますっていうところになりますね。これを脅してるわけじゃなくて、そういうものだというふうな形で理解してもらったらいいと思うんですね。やっぱ基礎力っていうのがある程度は時間がかかる部分で、じっくり積み上げていけばその分落ちるのも落ちにくいです。駆け上がるのが早いと、そのギャップですね。例えば筋肉で言えば分かるでしょうか。スポーツトレーニングでですね、筋肉とかをきちんと鍛えてってやると、それが落ちていく速度も緩いですけど、一気につけた筋肉はやっぱり一気に落っこちる、そういう傾向がね、やはりあるのと一緒で、ビジネスも一緒で、一気に作った、その駆け上がってね、作ったものを定着させるものをその後にきちんと行うことができれば長続きしますけれども、駆け上がったわーっとほっとして落ちるとかっていうのも、よく聞きます。で、私自身も最近コロナの影響で思ったことが一個あって、それが出張なんですけれどもね、遠方に出張に行く、これ実は体力使ってたんだなっていうのが、分かったんですよ。3ヶ月行かないっていうのはもう、ここ3ヶ月どこにも本当に出張に行かない、動かないっていう生活をしたことがなくてですね、会社員だった時も20年近く、あと事業を起こして10年くらいになりますけれども、その間にもとにかくよく動いていたので、そういう時期ってね、なかったんですよ。で、久しぶりに動いたらすごい体力やっぱ使って、帰ってきていつもの調子で普通の仕事を入れていたら、その日の疲れっぷりが半端なかったんですよね。だから動くっていう体力が身についていたのを3ヶ月止めただけで、あ、ここまで人ってこう体力落ちるんだなっていうことが分かったので、今ももちろんそんなにはたくさん動けていないんですが、体力っていう面ではむしろですね、ジム通いを強化したみたいな形ですね。それぐらい、体を使って動いていた自分だったっていう状態を保った方が、健康的にも当然いいわけですよね。いろんなことをしていく体力というものがありますから。これは私の余談なんですけどね。例えば体力っていう部分で言うと、私のクライアントさんでもそうですし、違う方を見ていてもそうなんですが、ものすごく頑張るとわーっと稼げるんですよ。で、その後体調を壊したり、体の一部をどっか壊したり、寝込む、そして売り上げがダウンで、また頑張る時に頑張るっていうタイプの方とかもいらっしゃるので。そういう方には、やはり体が資本で、体のコントロールっていうのも一つこう事業をね、行っていく上でもとても大事なことなので、楽しいからね、無理をしちゃうっていうのもよく知ってるんですけれども、それをある程度上手にコントロールするっていう方法を学ぶっていうのも次の段階に行くための一つのステップかなというふうに思っています。ですから、一発で売り上げを上げるっていうよりは、長期的に、落ちないような、盤石な体質作り、これ時間かかるんですよ。はい。でも私はそちらの方が、個人的にはいいなと思ってるし、そういうやり方を、していくのがいいなというふうに考えているので、そのお時間はね、若干かかるんですけれども、ちゃんとこう血肉と体力をつけた状態で前に進んでいくことができる、そういうビジネスプランで
組んでいきたいというふうに、まあ、考えているタイプの人なんですね。ですから誰がいいとか悪いとかそういう問題じゃなくてですね、今企業バブルというか、コンサルバブルといえばいいんでしょうか、かなりこういろんな方がね、そういうことをやられているのは知っています。それでもちろん実力がある方もいらっしゃるし、まあ、なんちゃってっていう言い方は変なんですけれども、ご自身がそこまでの体系的な知識とか、内容とかを持たずして、まあ、教えてるっていう方もいらっしゃるので、その誰に教わるのかっていうのをやはり見極めて、教わる方も教わったらいいと思うんですよね。相性の問題もあります。で、例えばその月商50万はじゃあ難しいか難しくないかっていう話なんですけど、高額商品を作ることができて、でその高額商品じゃあ仮に30万円としましょう。その30万円を2人に売ったら60万円という形で50万円というのは達成できてしまいます。で、問題はそれが続くかどうかがどちらかっていうと問題で、大体いろんなところで話を聞いたりとか、まあ、こういう状態だったとかっていうのを聞くと、例えば月商ね、まあ、じゃあ憧れの50万達成しましたとかってねいうのを聞く。それが10万円の商品を5人に売っても達成です。1万円の商品を50人に売っても達成なんですけど、まあ、その要は達成したとするじゃないですか。で、それをこうことさらに達成したっていうことだけにフォーカスをする考え方はあまり良くないかなと思うんですよ。っていうのが例えば何ヶ月ものとかの、サポートをするようなプランで販売できた場合、例えば、1年間サポートする36万円の商品とかがあったとしたら、1年間サポートし続けるわけですよね。とすると12で割るから、その月の売り上げのイメージは入金が36万だったとしても3万円の実力でそれを請け負ったということになるっていう、このあたりを理解して、入金額なんですよ。入金額なんだけど、その例えば入金額でやってしまうと、まあ、30万円を単純に6人に売ったら180万って入っちゃうんですよ。でも1年間サポートする商品を作っていたら、単純に、さっき言った36万円だったとしたら3万円6人売っただけなんで18万円なんですよ、その月の売り上げは。だからこれを理解しないとですね、一発屋が続出っていう感じです。だからそのパンと1回売れるのはそこまで難しいことじゃないです。特にメルマガのファンが多かったりとか、ブログのファンが多い方を一瞬いい商品作って紹介するとバーンって売れちゃったりするので、まあ、それで月商がね、目標行きましたとかっていうのは何ら難しいことじゃなくてですね、毎月恒常的に定例的に稼いで、それでまあその額ができてるよっていう感覚で私は、その人をね紹介、まああまりこの人は月商いくらを稼ぎましたっていうことではあまり紹介は私はしないタイプですけれどもね、紹介するとすると、その方が平均的に1年間それを稼ぎ続けることができていれば、そういう人として紹介する時があります。デコボコだとですね、あまり最終トータルの金額は一緒でもですね、デコボコがなるべくない方がいいなっていうイメージなんです。だから、慣らした状態で、しかも、毎月きちんとそのこうデコボコがなくベースになる部分の金額、例えばそれが100万だとしたら、70万までが普通にそんなに頑張らなくても入ってくる状態作れて、で30万上乗せの100万みたいな、その内訳
をどういうふうに作るかっていうこともちょっとこだわってほしいなと思うんですよね。結局金額が大きかろうと少なかろうとその時その時に頑張んないと難しい作り方っていうのは私自身はあまり推奨していないです。私が推奨しているのは自動集客ですね。自動集客と、自動収入、自動収益か、自動集客と自動収益です。これを作っていくっていうことをどちらかっていうとおすすめしているタイプなので、自動集客っていうのは、集客がもはや集客になってないっていうことなんです。一応集客をしてないっていうことです。自動集客っていうことは要は毎月毎月の集客の苦労から解放される。だから額にこだわるっていうよりはその仕組みにこだわった方がいいということです。そして仕組みって作るのってそこそこ時間かかります。だから、どっちの道をね取りたいかっていうことなんですけれども、同じ例えば年商600万だったとしても次の年も普通に楽にクリアできる600万っていう作り方をしているのか、その年だからできたよっていう作り方をしているのかは雲泥の違いになるので、システム作りという観点から年商を本当は考えてほしいなっていうのが私の感覚です。で、その自動集客の基盤になるのが、これは私は10年間言ってるの変わってないです。ホームページと、SEO キーワード対策の部分ですね。これをツールを使ってアレンジはしています。その時のツールとかありますからね。 LINE を使うとか Facebook 使うとかツールは変えてます、時代によって。だけど王道は自動集客ですね。あとは自動課金システムで言うと、月額課金オンラインコミュニティとかそんなものも基本の形として構築していったらいいなというふうに思ってますね。で同時に、自動収益の方ですね。これは一旦作ったものがずっと、収益を見続けるというタイプのものですね。電子書籍もそちらどちらかというとそちらのタイプになります。あとは、そうですね、動画のオンラインコンテンツも上手に運営とかできるのであればそれもその可能性が高いかもしれないです。仕組みの組み方と、その仕組みの運営の仕方ですね、それができる状態だといいなというふうに考えています。だから、なんていうんですかね、ご相談とか受けるときにですね、例えば華々しくですね、月商100万を2回達成しましたと、素晴らしいじゃないですかと。でその後ゼロが続いてますと、3ヶ月も4ヶ月もとかっていう話とかも、ご相談受けるけど、ただ一瞬でもやっぱ100万は売り上げられ、上げられるっていうのはその方に持っていたポテンシャルとあとリストですねがあったということにはなります。だけれどもそれがシステム的に作り込むことができていない場合にはやっぱり一発屋に近い状態になっていくので、その構築をきちんとしましょうっていうことです。だからよく勘違いされる方がねいらっしゃるんだけれども、ある意味月商100万って大変だけどある意味からくり的には大変じゃないです。でその感覚で言うと、例えば私とかなんかは50万とか70万の商品を持っていたわけですよ。今はオンラインの方に移行しているのでちょっと表紙商品を作り変えようかなっていうふうに思っているので、今その商品の募集は停止してますけれども、そうするとそれを例えば10人に売ったら、70万を10人に売ったら単純に700万なんで、それをあるプロモーションした月によれば私月商700万ですできますとかって言えちゃうわけですよ。だからそこはなんていうのかな、
そこにこうあんまり意味がないっていうか、意味はあるんだけど意味がないと思っているので、私は外向きにそこは言わないんですけど、最終的な究極の部分はやっぱり自動収益ですね。頑張らなくてそのまんまシステムで動かし続けるっていう、その領域に持っていくためにいろんな仕組みがそこにあるっていう、感覚と考え方になりますのでね。ですからその数字に踊らされないということです。中身とその先まで考えて作り込めるかっていう、ここに注目しながら月商50万目指してほしいなっていう感じですね。だからいきなりもちろん儲かるのも悪くないんだけど、その中身と内訳ですよね。それをご自身が把握してるかどうかということになります。その内訳が続くようなシステムの中でできてるのであればグッドです。硬いところで言うと、大型高額商品を売ってその金額を作るんじゃなくて、1万円とかそういうそんなに大きくない額の積み上げで50万作る方が将来的にはすごくいい感じです。1万円50人の方が50万円1人よりも私は価値があると思っています。なんでその数字だけに踊らされないっていう、その感覚があるといいなと思っています。教師の先生もその起業家とか事業家の領域の部分で、いろんなね、方のアドバイスを受ける時期も来ると思います。ですからその際に自分がどういう方向で生きていきたいのか、自分のライフスタイルとあとやりたいことの、バランスですね、ここが崩れると、普通に一発屋さんで終わったりとか、精神的に異常に負荷がかかったりして体を壊したりとか、仕事に没頭しすぎて、家族との関係が壊れたりとかですね、そういうお話とかも耳に入ります。だからチャラチャラした感じでやれとは別に言いませんよ。一応私もガテン系なんで、数字とデータをベースにやってますけれども、で私の場合にはしかも仕事が趣味であって、趣味が仕事であるっていうことで、もともとそれが楽しくて好きなので、その延長でやってはいますけれどもね。だから同じように働く必要ないということです。その人その人なりきの働き方があって、達成したい目標と稼ぎたい額によって動きが当然変わりますし、ただそこそこ大変ですよ。100とかやりたいっていうと、50ももちろんそうです。30でも最初達成するまでは大変だと思います。でその時々の自分がどういう状態でやっていくのかっていうのを自分で決めてやるのがいいなというふうに考えているので、ちょっとそんな話をいたしました。それでは本日のまとめに入りたいと思います。月商50万を達成したい教師の先生に知っててほしい基本の思考法についてですが、まず一番知っててほしいのが、その達成するための仕組みをどうやって作るのかということです。その仕組みは毎月毎月ちゃんとやっていけそうな仕組みなのか、一発で終わる仕組みなのかということも合わせて考えて、組み合わせで組んでいくっていうやり方もありますし、硬い、ベースになる部分を地道に伸ばしていくっていう方法もあるので、大抵長期、中期、短期、この形での断層になった組み方で、稼いでいくのが、安定するかなっていう感じです。だからなるべく一発で終わらない仕組みを作ってくださいっていうことが本日のテーマでした。それでは皆さん頑張ってください。